寒。ストーブに当たりたいな。でもいろいろあって、結局どれがいいかわからないんだよな。そんな疑問にお答えすべく、今回も調べてきました。本動画ではスペック表や口コミを参考に、大手4社の電気ストーブの強み、弱みを解説していこうと思います。それではどうぞ。具体的な話をする前に、数ある暖房機の中で今回ご紹介する電気ストーブがどのような立ち位置なのかをざっくり解説します。前回同様、速暖性と効果範囲という視点でご紹介しますと、石油やガスを燃やし、その熱で部屋を温めるストーブ、石油ファンヒーターは速暖性、効果範囲ともに優秀です。電気の力で部屋を温めるエアコンは範囲は広いですが、速暖性は石油ファンヒーターには及ばないです。セラミックファンヒーターは効果範囲、速暖性も中といったところでしょうか。オイルヒーターはオイルを温めるのに時間がかかるため、速暖性は弱いです。電気ストーブ、こたつは局所的ですが速暖性は高いです。ホットカーペットはどちらも低く、この位置です。さて、今回ご紹介しますのはこの電気ストーブになります。メリットとしてはエアコンをしのぐ速暖性でしょう。熱の届く範囲にいればすぐ温まります。設置場所も一度決めたら動かせないエアコンと違い、自由度があります。それから何かを燃焼させているわけではないので、空気を汚すことなく、換気も不要なことも挙げられます。一方、デメリットとしては暖房の効果範囲が狭いことです。効果範囲は前方2メートル前後なので、部屋全体を温めるには不向きで、メインの暖房機としては運用が難しいでしょう。それからエアコン同様、室温上昇に伴い乾燥するという点です。必要があれば加湿対策もした方が良いでしょう。またエアコンよりも電気代がかかることも挙げられます。以上のことから、部屋全体を温めるために使うのではなく、洗面所や台所など比較的狭い空間に持ち運び、短時間で暖を取ったり、メイン暖房以外の補助運用であれば効果的です。それでは前置きが長くなってしまいましたが、各社の比較をしていきましょう。それでは早速、大手4社、コロナ、日本 AIC、ダイキン、ヤマゼンの比較をしていきましょう。項目はヒーターの種類、消費電力、温度調節、首振り角度、暖房効果範囲、安全機能、価格、口コミ、レビューサイトの満足度の9項目に絞り、上位機種を基準に各メーカーの強み、弱みを解説していきます。まずはヒーターの種類です。電気ストーブは発熱体から放出される遠赤外線により人を温める暖房機で、遠赤外線ヒーターとも呼ばれています。ヒーターの種類によって温まり方などに特徴がありますので、各社の種類をご紹介しながら解説していきます。ヒーターの種類は大きく分けて5種類ありますが、現在よく使われているヒーターはこのうち3つです。1つ目はカーボンヒーターです。コロナ、ヤマゼンなどが該当します。カーボンヒーターは発熱体に炭素が使用されており、電源を入れてから数秒で温まり、速暖性に優れています。また価格も比較的安めなのが特徴です。2つ目はグラファイトヒーターです。日本 AIC、ヤマゼンなどが該当します。発熱体に黒鉛が使用されています。鉛という文字が入っていますが、鉛ではなく、これも炭素で、カーボンを高温処理することによって得られます。純度もカーボンよりも高く、電気を流すことでより多くの遠赤外線を放出します。そのためカーボンヒーターをしのぐ速暖性と暖房効果で、立ち上がりも1秒未満で暖かくなります。ただし価格は少し高めなのが特徴です。ちなみに日本 AIC はどちらかというと、ブランド名であるアラジンの方が有名かもしれませんが、ストーブだけではなくトースターにもこのグラファイトヒーターが使われており、 0.2 秒で立ち上がるというキャッチコピーで人気です。3つ目はシーズヒーターです。コロナ、
ダイキンが該当します。金属パイプの中にニクロム線をコイル状にしたものを通し、絶縁材で密閉したヒーターです。ニクロム線に電気を流して発生させた熱を金属パイプに熱伝導させて温める方式です。遠赤外線放出量は最も多く、最も温まると言われています。一方、立ち上がりは遅く、温まるのに数分かかるので速暖性には優れません。それから価格がどの方式のものより高めなのが難点です。なお、ヤマゼンのようにカーボンヒーターとシーズヒーターを組み合わせたハイブリッドタイプもあります。ちなみにこの図を見ると、遠赤外線が体の内部に浸透して温めているように見えますが、これはイメージで、実際には皮膚のすぐ下でほぼ吸収され、温められた血液が循環することで芯から温まるように感じます。暖房効果の高いヒーターほど、ストーブから離れてもポカポカした暖かさをしばらく感じられるでしょう。今回ご紹介するのはこの3つですが、その他にも石英管ヒーター、ハロゲンヒーターがあります。これらも合わせた特徴を比較してまとめると、このようなイメージでしょうか。昔の電気ストーブはだいたい石英管ヒーターだったのですが、暖房能力がそんなに高くないため、今では他の方式を選ばれる方が多いです。同じくハロゲンヒーターも温まるまでの時間は早いですが、遠赤外線量が少ないので、最近では他の方式のストーブに取って代わられてきています。この2種について、本動画では取り上げないこととします。価格と相談し、ご自身の目的に合ったものを選ぶと良いでしょう。例えばコスパで選ぶならばカーボンヒーターを、速暖性を優先するならばグラファイトヒーター、暖かさを重視する場合はシーズヒーターを検討される方が多いです。全然関係ない話ですが、シャチパンが初めて飼った犬もシーズでした。ちなみに好きな食べ物はシースです。続いて消費電力と温度調節です。電気を食いやすい家電ですので、電気代が気になる方は注目すべきスペックです。各社の上位モデルの弱運転から強運転までの消費電力を記しています。コロナは上位モデルであるシーズヒーターの通常運転時と省電力運転時のスペックを、ヤマゼンはハイブリッドモデル、グラファイトモデル、どちらが上位モデルか判別がつかなかったので両方のスペックを記しています。こうして見ると各社最大出力では1000ワットを超えてきます。しかし口コミを見てみると、最大出力で使っている方はそう多くなく、どちらかというと最大出力は熱すぎるという意見が見られました。そのため最大出力よりも弱運転の出力スペックや温度調節の段階数の方が電気代の観点で重要かもしれません。その視点で見ると、コロナの省電力運転、ダイキンの弱運転が200ワット台で優秀です。それから温度調節もコロナ、日本 AIC、ダイキンが細かく調節でき、最適な温度設定にしやすいでしょう。なお、1日8時間運転した時の1日にかかる電気代を計算するとこのようになります。電気代が気になる方は参考にしてみてください。次に首振り角度です。ヤマゼンのハイブリッドモデルは非公開でしたが、それ以外は60度から70度の範囲で、特にコロナ、ダイキンは横方向だけではなく縦方向にも対応しており優れています。基本的に前方にしか暖房効果はありませんが、首振り機能を使うことでより暖房の効果範囲を広げられます。続いて暖房効果範囲です。効果範囲は日本 AIC が最も範囲が広く、前方 2.1 メートルでもプラス12度の暖かさが得られます。同社によると、シーズヒーターより約50センチ遠くまで暖かさを届けることができるそうです。範囲を重視される方はグラファイトヒーターを選ぶと良いでしょう。次に安全機能です。最低限の安全機能である地震などで転倒した時に
電源オフとなる点灯オフスイッチ、異常加熱を検知して電源オフとする加熱防止機能を除いた安全機能を記しています。コロナ、日本 AIC、 ダイキンは消し忘れ防止のために電源オンから一定時間で自動停止する機能が備わっています。コロナ、ダイキンは6時間、日本 AIC は8時間で電源をオフにします。また日本 AIC とヤマゼンはタオルなどの障害物がヒーターを遮ると自動的に電源をオフする安全機能が搭載されています。比較すると両機能を備えている日本 AIC が最も安全機能が充実していると言えます。続いて本体価格です。各社の上位モデルの価格を記しています。お店や販売時期、モデルによって変わりますが、ダイキンが最も高く、次いでコロナ、日本 AIC は同価格帯、そしてヤマゼンは両モデルとも他社より安い傾向です。口コミでもヤマゼンはコスパが好評でした。続いて口コミです。総じて温まらなく使い物にならないという声は少なく、温かいと満足されている意見が多かったように感じました。ただ部屋が温まらないという声も一部ありましたが、広い部屋を温めるにはそもそも向かない暖房器具ですので注意が必要です。コロナは操作パネルにある揺らぎ運転を押すことでの省エネ運転が好評でした。最大出力にして使うとかなり熱いという意見や、少しでも電気代を抑えたいという方も多くいらっしゃったので、200ワットから運転できる省エネモードは好意的な意見が多かったです。それから人感センサーが良いという声がありました。操作パネルの省エネセンサーを押すことで人の不在を検知し、10分後に省エネ運転に移行、30分後には自動で運転を停止します。悪かった意見としては、下位モデルには搭載されている温度センサーがないことにより室温管理運転ができなくて残念という声があったくらいで、目立った酷評が少なかったです。続いて日本 AIC です。 0.2 秒で立ち上がる速暖性が良いという声が多かったです。到達距離も長く、すぐ温まるようです。また切りタイマーが30分刻みで8時間まで細かく設定でき好評でした。悪かった意見としては、省エネ運転が欲しいという声がありました。他社では人感センサーや温度センサーを駆使し節電しているところでもあるので見劣りするようです。次にダイキンです。コロナも同じくですが、シーズヒーターによる暖房効果が好評でした。遠赤外線の中でも人に吸収されやすい波長域を使用しているため、じわじわと温まっていくようです。それから人感センサー、温度センサーの両方を備えていることによる省エネ運転が好評でした。人感センサーは不在を検知すると10分後に省エネ運転となり、15分後に自動停止します。温度センサーは室温が約22度となると自動でパワーをセーブします。悪かった意見としては、価格が高いこと、シーズヒーターなどで機能が遅い、重量が他社よりあることが挙がっていました。続いてヤマゼンです。コスパが良いと好評でした。他社よりも価格はかなり安めです。悪かった意見としては、温度調節をもう少し細かく調整したいという声がありました。それから日本 AIC と同じく省エネ運転モードが欲しいという意見が上がっていました。最後に満足度です。これは現モデルから数個前のモデルまでを対象とした5点満点の満足度平均点数です。各社満足度は高めで、どのメーカーの電気ストーブを選んでも満足できると思われます。特にコロナ、日本 AIC、ダイキンとほぼ同じくらいの点数で高い満足度でした。その中でも僅差でコロナの満足度が最も高かったです。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。価格とも相談ですが、とにかくコスパを求める方はヤマゼン、
速暖性と安全性を重視する方は日本 AIC、 体の温まりと省エネを重視する方はコロナ、ダイキンが候補となるかと思います。なお、電気ストーブは今回ご紹介したメーカー以外にもたくさんのメーカーから出ていますが、本動画でご紹介した内容を参考に量販店などで確認してみてください。また本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。本動画が参考になったっていう方、もしくは寒くて冷えた体や部屋よりも今はミルクを程よく温めたい社長に、お、イクパン頑張ってるじゃんって思った方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。